アシャク国像は東辺を阿武隈川が流れる朝霞カ平野、両政国での道の区国朝霞軍に相当する地域にあったアシャク国を支配した国の宮津子。仙台旧児本義の牧十、国像本議によれば、聖武天皇の時代、阿ギ国像と同祖の天越彦命の十世の孫で、ある、一目ねじめ命を国の宮津子に定めたとある。天越彦命を同じ祖とする。 東山道系の国の宮津子に、染は黒像、国造、これ久国造、重え国の宮津子がいる。また、天根皇天祐国彦命も同一とする説によれば、白川国造も、同祖となる。律令制下に入って、養老2年から養老6年、または人気元年3月にかけての短期間であるが、道の区国から岩瀬国へ分割された経緯を持つ阿赦国は、 大和朝廷の北進を代表する多賀城追記までは、江戸と対峙する大和王権の北限の地域にあり、多賀城築城後は、守備兵となった古代の軍団、朝香団の本拠地になったと推定されている。井上道康、上代歴史地理振興東山道三省道、1943年、福島県福島の歴史と文化の回廊、4。 阿武熊川流域の古代役所を旅する周運を利用した古代軍役所を眺める郡山市、清水大遺跡、古代浅香郡が、ハット AB 郡山市、地名の由来、ハット AB 郡山市教育委員会編、平成13.14年度版ふるさと郡山の、歴史 P14、4なら、平安時代郡山市、大安城古墳群。ありがとうございます。